全日本歌謡選手権というテレビ番組に初めて出演しました。もしこれでダメだったら歌なんかやめてしまおう、そう思ってました。でもよく考えてみて、私はそれでいいかもしれないけど、お父さんお母さんはきっと心配するかもしれない。私のために両親はいろいろ言われていたことを私知ってたから、両親が後ろ指さされないように必死で頑張りました。仕事上で騙されたこともあります。人を信じられなくなった時でもありました。でも私がもし男だったらきっと違った方向に生きたかもしれません。でも私は女、何かにすがるしかなかったんです。その時私が本当に信じられるものは歌だけでした。人はいる、知らぬ